こんにちは、速稼塾の久保です。多分この放送見てらっしゃる方は夜じゃないと思いますけども、この話題どうかなと思いながらもちょっと届けさせていただきます。風俗関係の女性とお付き合いした時の経験なんですよね。風俗関係なんですけども、私は出会いが風俗のその環境だったわけではないんですよ。まあ普通に、暮らしの中で知り合ってですね、仲良くなって、でお互いの仕事の話になった時に、実はって形でですね、その方が勤めている、まあお店のことをね知ったことになります。で、私その時広島のね流川の方におりましたんで、八軒堀っていうね流川の隣の町があるんですけども、その方がお嬢さんがね、アイドルさんと私は言ってたんですけども、そのアイドルさんが勤務してるところにいつもね送りに行ってたんですよ。で、お付き合いしてる男性だって思われたくないんで、ちょっと他のお客さん迷惑かもしれないんで、まあ、いつもスーツを着てね、でネクタイを締めて、まるでねマネージャーさんかなんかそのアイドルさんの関係者のように装って、お仕事の格好でお店の前までお送りして、それじゃねってことでね、きっちりと正しく礼儀正しくねお送りしたということがあります。でお迎えにも行ったりとかしたんですけどね。でお迎えとか送りが必要ない時っていうのは、まあ、同伴が入ったりアフターが入ったりってことだと思いますけども、ほとんどそういうことはなかったですね。で、その時に、そういった関連のお店で勤めているアイドルさんの悩みの一つが乾燥肌っていうことでした。すごくね肌がカサカサになっちゃうんですよね。それはそうですよね。お客さんが来るたびにシャワーを浴びて、で、プレイが終わったらねまたシャワーを浴びて、基本的には薄着のまま、もしくは下着にちょっと上羽織った状態で、まあ、エアコンが効いてる状態のね部屋の中で時間が終わるまでお客様の、まあ、お相手っていうかねお話し相手になるって形ですから、だいたいその40分なり60分なりって持ち時間のうち半分ぐらいが、水をこうね体につけているか、もしくは野ざらしのままエアコンの風にさらされてるかっていう状態なんですよね。まあ、中にはタバコを吸われている方もいますんで、密室の中で自動喫煙だったりとかねして、結構環境的には苦しくって、その体がねすごく悪くなってるだろうなってことは感じたらしいんですよ。ただやっぱり目の前にいるお客様、ほとんどは男性なんですけど、ほとんどというか全員じゃん男性なんですけども、男性が本当にね自分のことで喜びと幸せな感情になっていくのを見るのはすごく好きだったっていうふうに言ってましたね。で私が思ったのはね、その方とお付き合いすることによって、今お客さんに対してたくさんの方に対して喜びとかそうやって癒しを与えているものを自分一人に向けてくれることが来るんだろうなと思ってたんですよ。だからそこがね、その付属関連のアイドルさんとお付き合いしている時の私のすごく拠り所っていうかね、もうどっちかって言ったら嫉妬心よりもそっちの方ですよね。今は仕事としていろんな男性にこう関わっているけども、この子数年後にはまあ、俺しか見なくなるんだなっていうふうなね、そんな妙な自信があったんですけども、結局はちょっと長続きしなかったと言いますかね、半年もお付き合いは続きませんでした。それはですね、そのアイドルさんがご自身で言われたんですけども、私は絶対ね愛してもらえない、本当に自信がなかったんですよね。自信がなかったみたいです。それはある意味お客さんに瞬間的には愛されてるけども、時間が終わっていなくなったらもう他人になっちゃうってことの繰り返しの中で、きっと自分の彼氏もこういう風になっちゃうんだろうかっていう不安がいつもあったんでしょうね。だからそれを包んであげられなかった私のねちょっとご包容力のなさといいますか、私もどっかで、そういったアイドルさんに対してこうなんていうか壁を作っていたという風に感じられたのかなと思ってね、これじゃダメだなと思ったところはありますね。そうじゃなくってなんか足りなかったんでしょうね。もう早くそんな仕事辞めろぐらいのことを言った方が良かったのかもしれないですし、私がその女性の仕事を特に風俗関連だからということもなくね尊重しすぎたことが、もしかしたら愛情が薄かったというふうに感じさせたのかもしれないなと思うことで、まあなかなかね難しいもんだなと思いましたね。ということでございます。もう随分ね若い頃の話ですけどもね、今こうやって50前になってみると、私もね今の暮らしにたどり着くまでは何にも分かってなかったなということを反省するばかりでございます。ちょっとね速稼塾のね毎日の更新の中では異質な放送になりましたけども、そんな気持ちでね、まあ、男心も複雑だったということでございます。まあその頃ねそのアイドルさん今はね幸せに暮らしていればいいなと
もうばかりでございますね。その子もね、30ぐらいですね、今ね。30何歳だろう。まあ、当時も年齢はよく不詳だったんですけども、まあ、20歳前後だったと思うんですけどね。今30何歳とかですよね。ということで、なんかちょっと思い出したんで話したくなっちゃいました。はい。ということでございます。またなんか感じたことがあったらコメント欄に書いてみてください。では失礼します。